皆さんこんにちは、山本義人です。今回はですね、私が監修して作りましたトレーニーのための人気商品 EAA9 についてリニューアルが確定いたしました。数々のご支援とご愛顧に感謝し、心からお礼申し上げます。新たな進化を遂げ、その開発風景を今回ご紹介いたします。これはまず試飲ですね。商品開発チームの皆さんと味の調整を行いました。工場長の方にも来ていただき、味の微調整を行っております。開発チームメンバーとともに一番おいしい EAA を作るという方針のもとで、何度も何度も徹底的に試飲を重ねていきました。 EAA9 はトレーニング中に飲むことを最も推奨しておりますので、ここでは工場長の方に相談し、フレッシュ感を感じられる風味にすることで、トレーニング中でもすっきりと飲めるような風味に調整していただきました。ガブガブ飲むというのはなかなか、難しくなっちゃうよね、急にあった薬臭さが抜けてる感じ、かもしれないですね。工場長曰く、味のバランスは数ミリグラムの調整で変わってくる難しい作業、それぞれのフレーバーが最適なバランスとなるように調整してくださいました。配合している成分の中で美味しさに関与するのは甘味、酸味、香りといった3つの要素であり、飲んだ瞬間に感じる先味、中盤に感じる中味、飲んだ後に口の中に残る後味を意識し、フレーバーごとに調整をし、ただの味のある飲み物ではなく、果汁感とジューシー感を再現し、美味しく飲んでいただけるよう開発に取り組んでいただきました。EAAは定期的に飲んでもらうことで効果を発揮します。飲んでくださってる方が飽きないよう、いろいろな味を展開しており、現在シトラス味、コーラ味、パイナップル味、青リンゴ味があります。7種類の味を展開するのが最終目標で、残りの1種類は検討中なので、ぜひコメント欄で新しいフレーバーは何味がいいか書いてくださると幸いです。新しく出るフレーバーは2種類、ライチ味とスポーツドリンク味です。この新フレーバーの開発に時間がかかりまして、特にこのライチ味が難しかったです。飲んだ時に酸味を感じるタイミング、甘みを感じるタイミング、秒単位でどの味を感じさせるか、このバランス調整が本当に繊細で難しかったです。ライチの香りがしっかりと香ってきて、その後本当にライチの味がしてくる感じ、美味しいです。既存の4種類の味も調整いたしました。EA9 をリリースしてから少し苦味を感じるというお客様の声がちらほらと出ていました。このアミノ酸特有の苦味をどうにか改善したく、再度味の見直しを行いました。結論から言うと、アミノ酸特有の苦味だけをどうにかして減らすということは難しく、ほんの数ミリグラム単位での調整を重ね、なんとかこの苦味を中和することに成功し、さらに苦味が減ったことによりジュースの果汁感がさらに際立ったと思います。次にサイズの見直しになります。容量が多く余ってしまい、放置してしまうとアミノ酸の劣化を促進させてしまうため、持ち運びやすい、飲み切りやすいということを考えてこの量に設定しました。パッケージもですね、工夫してアルミ蒸着からアルミ箔に変更し、湿気づらくし、匂いの元になるアミノ酸の劣化を防いでおります。最後は価格なのですが、ここがかなり難しいところでございました。少しでも皆様がお買い求めしやすくなるように、現在も交渉を重ねております。国産のベータアラニンを使ったり、良い原料を使っていますので、価格を安くするのは最初は難しいと言われまして、原料を変えれば価格の調整は可能と言われてしまいました。ですが、本当に良いものを届けるのがバルクスの EA9 のモットー、絶対に原料は変えたくありませんでした。より多くの方に手に取っていただきたいという思いから、価格を抑えるため配送量の調整、製造ラインの見直し、製造数の増加によるボリュームディスカウントなど、原料調達からお客様の手に届くまでの全ての工程を見直し、値段の調整を行っております。ということで、新しくなる EAA の開発風景いかがでしたでしょうか。長い期間をかけて開発を繰り返してきました。まだ現状では値段については交渉中でございまして、新しい EAA を発売開始するタイミングでお伝えできればと思っております。ぜひ期待してお待ちいただければと思います。